おはようございます。今日の特集は岩井川の仲良し旬旅です。イエーイ、ロケに来たよ。久しぶりです。行きでございますね。行きに来ましたわ。旬旅行き初上陸。玄界灘に浮かぶ周囲およそ190キロの行き島、自然、食、史跡など魅力いっぱい。そんな行きで紹介する旬の食材は、ロケ来るにあたって私たちミッションありましたよね。うん、うん、あった。このロケの日まで2週間、はい、発酵食品を食べるなと。そうでしたね。納豆とかキムチとか、はい、あとヨーグルト食べちゃダメって言ったらすっごい食べたくなる、ね、くなる。ピザ大丈夫なのとかこれ冷麺の上のこれキムチかとか、なんかあるんでしょ、今日のためにっていうことなんでしょうね。そうなんですよ、ね、そんなことより、はい、あなたですよ、うん、今日ちょっとメイク薄くない？お金ないのか？数百円やったら貸してくれるぞ。貸すんだけどな絶対返せよ。ナチュラルメイクな感じですよ。そうなんです。あの発酵食品 NG に加えて、はい、メイクもできるだけ控えてというふうな指令をいただきまして。なんだろうねそれ。そうなんですよ。ってことはこれマスクの下はほぼすっぴんのような。そうですね、はい、ちょっとだけいいですか？なんで？今日紹介するのは作業場に菌類などを絶対持ち込んではいけないもの。そう、お酒です。息って焼酎じゃないの？いえいえ、いいお酒もできるんですよ。香りとかは、いやちょっと鼻詰まってるんで。あー、完全濃い。旬旅初めてのお酒の登場です。このコーナーは長崎と佐賀に44店舗を構えるスーパーマーケットエレナに日々並ぶ旬の食材、その美味しさの秘密を探す旅、その名も岩井川の仲良し旬旅セカンドシーズン。今回も商品の仕入れから売り場まで目を光らせる食材のスペシャリスト、バイヤーの視点から商品の魅力を紐解きます。まずはエレナ壱岐豪農裏店で商品の情報をゲットします。高松店長が岩井川の2人に会えるのが嬉しすぎて得意の絵を描いてきてくれましたよ。ぜひ見てください。どん、うまっ。これプロが描いたんじゃないの？オイルショックみたいな。いやエレナの店の前でやってる。そうそう、井川さん。おお、かわいい。男前に描いてくれてる。いや、うまい。野上さんも描きましたよ。かわいい、うまっ。違う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 、これ嘘今日メイク薄めだから。ゆいちゃんですよね。ゆいちゃんです。めちゃくちゃ可愛い。この子に会いたい。この子がいい。高松さんには野上はこう見えてるんですよね。よかったらメガネ屋さん紹介します。そんな問題じゃないんだよ。今回食材を紹介してくれるバイヤーがこの人。お、いた。見てください、この似てる。似てるかな。いや、せっかくメガネあんねんから似てます。めちゃくちゃ似てます。ね、まあ、本物の方がイケてますけどね。そうでしょ。笑ってるね、七福神みたいな顔。今回はバイヤーを束ねるボスの登場。力入ってる。山北商品部長おすすめの商品とは？粋な計らいお酒です。お刺身売り場にお酒置いてある。フレッシュタイプなので冷温貯蔵が必要だということと、このお刺身にすごく合うんですよね。嬉しそうに言うわ。めちゃくちゃかわいい。キーホルダー欲しいわ。あれ結構高いの作るのに100個作らなきゃいけない。そうか。粋の母屋酒造さん限定ラベルとして作っていただいたと。エレナ限定商品ってことはエレナでしか買えない特別なお酒だと。初め飲んだ時にですね、うん、ワインバナナかよみたいな。そんなフルーティー、うん、びっくりするようなお酒になってます、うん、はい、石田町に蔵がありますので行ってみてください。行ってきます、米、麦などの作物と水に恵まれた域では古くから酒造りが行われていて、麦焼酎発祥の地というのは有名ですよね。母屋酒造は大正13年創業、昔からの製法と伝統を守り焼酎を作っていましたが、3年前一旦途絶えていた壱岐での日本酒造りを復活させることに成功。今では焼酎、日本酒両方に力を注いでいます。この蔵の杜氏、横山泰蔵さん。
粋な計らいや通もうなる全国にファンが多い横山五十の生みの親です。我々2週間発酵食品を食うな命令を食らっておりまして、どうしてくれるんですか。すいません。いやいや、そういう話じゃなくて、それぐらいやっぱ菌に厳しいと。そうなんですよ。やっぱ納豆菌っていうのは麹菌よりも強いもので、はい、もし納豆菌がこの蔵に住み着いてしまうと、もうお酒作りができなくなるんですよ。ゆいちゃん、はい、見てわかるでしょ。いつもよりちょっと2ランク落ちるでしょ。いや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 。メイクはダメなんですか。っていう、まあ、どっちかっていうと香水とかですね。ああいう香りのついたものの化粧品は、はい、匂いだ。大丈夫、つけてきてない。タクティクス。タクティクスいつもこれやってんだけどね。これ今日はだからやめましたよ。岩井川さん、ゆい子さん、横山大蔵専務は5年かけて美味しい水が出る場所を探して、その場所に工場を建てたそうです。酒造りのこだわりポイント5つをしっかり聞いてください。僕なりのですね、美味しい日本酒を作る5つの大切にしていることがですね、まず1つがお水です。2つ目にお米です。3つ目に設備で、4つ目が分析をする能力で、最後が杜氏の情熱という、この5つを兼ね備えないと僕はうまい日本酒ができないんじゃないかと思って、一つずつ集めていったような形です。これどれが欠けてもダメだと。そうですね、大変、はあ、最後はでもハートよ。そう、杜氏のハート、ね、じゃあそれを踏まえてまた別の5つを。いやいや、おい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 、計10個。杜氏だけにっていうか、なるほど、コマーシャル。いや、コマーシャル。壱岐の島でなかなか日本酒に合ういい水がなくて、20箇所目にここに88メーター掘ってある地下水がありました。分析したらすごいいい軟水でここに決めました。まあ、お酒作りっていうのはもうほぼ温度管理、各部屋で一個一個温度が違うような形で管理してます。それによってある程度狙ったお酒が作れるという。時刻は朝6時を回っております。お酒作りの朝はもう始まってるんですよ、はい、早いんですね、うん、これ撮影のためにやってくれてるわけじゃない。違うやろ。じゃない、無理して早起きして、もう準備始まってるので、はい、もう行きましょうか。いろいろ聞いてみましょう、はい、おはようございます。いや、その寝起きドッキリみたいな。朝6時から始まるのは蒸し米の作業。前の日に洗って水につけておいた酒米を大きな釜で水分の含有量や湿度を見ながら蒸し上げます。はい、ご飯の炊き上がったええ匂いしてますけども、はい、山田錦食べてみます。食べていい、いいんですか。硬い、あ、硬い、だいぶアルデンテですね。お酒のお米っていうのは、うん、食べるお米と違って、うん、で硬くないとさばけが良くないとネチョネチョだとダメなんだ。ダメなんです。あ、でも甘みすごいね。そうそう、硬いけど甘みがめっちゃ凝縮されてて、美味しいのは美味しい。すっごい美味しい。卵かけて食べたい。いいですね。次は法令という作業。蒸し上がったお米を適温に冷ましていきます。全部素手じゃないですか。はい、僕はやっぱりですね、素手じゃないと、感覚とかを一応どういう蒸し上がりかっていうのを、だからセンサーになってるんだこれ。混ぜながら温度均一にしてる感じしないといけないですよね。はい、はい、で今から引き込みます。引き込み、引き込み、ついてこい。どういうこと。何、あ、すごい、奥に行ったか。奥、奥の方に行ってもらっていいですか。あったかい。これ全部お米。うわ、すごい。お米のベッドみたい。ちょっと音声さん、ピンマイク刺さったな。いやいや、違う違う違う。あ、これ違う。ピンマイクだと思ってた。これ違うんだ。なかなか壮観な景色ですね。これ全部で120キロのお米を千枚したやつを。すごい。テレビとかドキュメンタリーとかでこういうの見たことあるよね。お米が薄く広がると、次に登場するのがこちら、麹菌です。今、ちょうどいい温度に米がなりましたので、今からこれを散布、いわゆる振りかけるような感じですね。岩井川さん、由衣子さん、麹を振りかけているときは横山専務以外動いてはいけません。はい、動いちゃダメなんですか。そうなんですよ。動くと麹菌がせっかくこう浮遊して落ちてるのに、人が動くことによって流れていくので、息は止めなくても大丈夫。息はしときましょう。
3割増しで男前になりましたね。儀式のような命が宿る感じしますね、うんうん。水、米、設備、分析力、そして当時の情熱、粋な計らいは伝統と革新のもと作られています。できたお酒は瓶詰めをして劣化を抑えるためにマイナス5度の氷温で貯蔵されフレッシュな状態を保ちます。製造中も製造後もこの徹底した温度管理が粋な計らいの美味しさの秘密の一つです。粋な計らい新太。出た。長かったぜ。スタンディングオベーション。待ってました。ワイングラスですよ。はい、うちのお酒はですね、はい、香りもすごくありますので、香りも楽しんでいただきながら飲んでもらうということで、はい、ワイングラスで。おしゃれだね。いただきます。いただきます。乾杯。はい。美味しい。フルーティーですね。そう、はい、もう本当に香りが鼻をこうね、抜けていく感じが、はい、そう、飲みながら同時に香りも楽しめるという。これワイングラスがええかもね。後味はすっきりしてますね。すっごい美味しい。口当たりがいい。最高。シュワッとする感じもありますね。はい、これはですね、発酵の時の微炭酸を封じ込めてるような感じ。わざとちょっと残してるんだ。フレッシュさを出すために。和食も合いますけど、洋食ともすごく合わせやすい。先生、あら、粋な計らいに合う料理を横山専務の同級生、美人料理講師の渡辺さんが粋の食材で作ってきてくれました。おお、うまそう。こちらはですね、粋さんのアスパラと異臭儀を使ったあの柚子胡椒の卵白ソースあえの、こちらがですね、白身魚をクリームチーズとマスカットであえたものになります。いや、うまっ、すぐうまい。肉もうまい、これ合う、合う、そうそうそう、合うよ。合わせてた、みんな感動してた。いやいや、これ、はあ、ぴったり、いいハーモニー奏でてる。そうでしょう、ね、おいしい、おいしい、合う。和食だけじゃなくてこういう感じで、うん、今風な洋食とかでもすごく合うと思いますので、海外でめっちゃ人気出るかもしれませんね。この後、仲良しクッキングでも粋な計らいに合う簡単料理が登場しますよ。粋な計らいには熱処理をしない生酒のフレッシュ生酒もあります。今月からの新商品になります。新発売、すごい。フレッシュ生酒来てるじゃないですか。来ちゃいましたワイプでの登場では飽き足らず、山北部長その新商品を持って登場。粋な計らいよりさらに上等のお米を使っているというフレッシュ生酒、そのお味は？ああ、違う、優しい感じはするよ、うん、まろやかになった感じはする、うん、フレッシュな感じですよ、これは。あ、でもよりシュワシュワしてる感じもする。そうですね、炭酸が残ったままになってますから。ほんまや、ほんまや、最高、合う、最高ですよ、これ。あー、うまい。粋な計らい、最高、間違いね。粋な計らい、のんじみち。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやー、ね、さっき言うとくけど、飲みすぎやで本番中に。飲みすぎシールあります。古い古い古い。クイ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 ってたやん。いや、確かにめちゃくちゃ飲みやすいし、うん、美味しいし、このお料理も美味しかったし、うん、合うし。そう。でも仕事だからまだ飲んでるやん。いや、だけどこういう後半ちょっとふわ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 してたやん。いや、俺は確かに弱いよ、うん、ほんまにあのちょっとしたさ、微炭酸みたいなのが、うん、そうそう、気持ちいいね。気持ちいい。これ、この字、うん、いい感じでしょ。粋な計らい、うん、これ誰が書いてました。有名な方が書かれたんだよ。そんな感じするでしょ、うん、これ、つよしさんが書いてエレナインスタグラマーのつよし部長ですか。そう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 、ほんまに知らなかったでしょ。知らなかった。こんな才能あるの。すごい。そうなん、先生なんですよ、うちのつよしは。うちのつよしは、はい、
これ今回ほら2週間、うん、キムチとそう、ね、発酵食品は控えてください。ヨーグルトとかチーズ、うん、とかだからここで出てくるのかなと思ったわけよ最後に。あキムチでお飲みくださいとか我慢してたからみたいな。でも違うね、やっぱ違う、美味しいお料理、美味しいお料理です、ね、めちゃめちゃ合いましたね。今回はこの息まで来てフェリー乗ってやってましたから我々もね、うん、だから前回ほらリモートやったりとか、うん、ね、我々2人だけだったりとか、そうそうそう、ゆいちゃんとも久しぶりでしたから、ゆいちゃん楽しいロケでございました、うん、相変わらず、まあ、反省点はねもう数えきれないほどあるんでここでは言いませんもう、うん、ありました。そうだから今日、いや、ないよね、今回も全然うまくは言ってなかったもん。いやいや、そんなことないよね、完璧だったんじゃ、あの神回だと思うよ今回最高傑作だと思うよ、うん、思いません。確かに、うん、今んとこまだ人笑いも来て、まだ飲んでるやん。それは何なの、何か成し遂げたの、それともやけ酒なの。僕たちの粋な計らい、しんどおかわりおかわりちょマジで立ち飲みバーみたいになってんのよ。いやだって5杯目美味しいんだ本当に。お客さんも閉店なんですよ。いやいやいや、まだこんなどうなの、太陽出てんのからさ、お客さんも閉店なんで早いね。また痛いわよヒロミンがね、えやっぱディレクターさん、そうそう曲使わんよっていう80年代の曲がね、うん、好きなの合ってんのよ。ヒロがね、そうヒロがさ、佐野元春の話で盛り上がっちゃってさ、佐野元ね、元春って言ってた、私たちは元春って言うんだけど、元春とかアンリとかの話でえらい飲み屋で盛り上がってアンリもそうなのよ、うるせえなと思ってたらさ最高だったね、そういう、やっぱ世代が近いと、世代が近いとね、盛り上がる部分はありますけど、でまたほら宮崎さんが復活したからね。そうなの、ドロー宮崎ね、ドロー宮崎が、長崎のジョージクルーニーでしょあんな浅ましい、やめろ浅ましいとか言うなよ。パスタ頬張ってよ、うん、最後居酒屋の最後みんな帰るときに一人だけパスタ頬張ってた、パスタ頬張ってな本当に持ってね持ってねみたいな、妖怪パスタ頬張り男やったからさ、おすごかった、妖怪パスタ頬張り男だったからむちゃむちゃいだからな、あとやっぱ部長ですよ。そうですね、今日部長来てくれましたから部長がだから、まあ、煮卵部長が、煮卵がいろいろありましたね、名前が株とか、そうですね、虫小籠包だから奥さん株の化身、そうね奥さんにね、やっぱ 気をつかなきゃいけないっていうことを、奥さんに頭上がれへん言うてはった、それがね、うん、やっぱりあの円満の秘訣ですよ。そう、あの NCC の人も、うん、こうなんていうの、トコアピのスタッフも、うん、技術班も、はい、でエレナの人たちも、うん、キャラ強い、キャラ強いのよ、うん、でええ人多いね、やっぱね、あれキャラで採用してるから面接くだまつが、そうくだまつさんが全部面白い 顔写真が出るのかな、この辺に1回で覚えられるような顔、うん、顔見た目とか、そうか、なんかこいつなんか一癖ありそうやなってい う, う, いうあなるほど、だから西田さんも採用されて、西田さんがもうちゃんとできるような感じで見せるから あの人わざわざ剛さんからごつい一眼レフ持って全員並ばした後にこれどうやって使うんですか、うん、ずっこけながらできそうな感じですから、あの新喜劇みたいな、これが面白いわけ、そういうのも含めて、はあ、面白い人多いですよ、これノーカットで放送、ノーカットでお送りしたいお願いしますということで、はい、仲良し春旅は仲良くやっておりますまた次回もねロケ来れればいいなと思っております、また見てください、はい、ありがとうございました、チャンネル登録高評価お願いします、オイルショック